では紅風機のパウダー茶を作っていきたいと思います。粉末の量ですけど 1.5g ということでしたけど、まあ 2g、 こんなもんですかね。少し濃いくらいだったら問題ないです。薄い方が問題ですけど、濃いのは問題ありません。そしたらここにお湯を 200ml 入れていきます。そしてこれから1分間かき混ぜていきます。これ混ぜるやつでもいいんですし、茶筅ある人は一番それがいいかな。なくてもお箸で大丈夫です。混ぜていきます。よく混ぜることによって成分がよりお湯に溶け出して効果があるということでした。だいたいこれで1分混ぜました。はい、これであとは冷めてから飲むといいです。あとは食後の方がより効果的という話でした。はい、では冷めたので紅風機飲んでいきたいと思います。いただきます。普通のお茶とはちょっと違うんですけど、程よい渋みがあって飲みやすいです。食後とか結構向いているんじゃないでしょうか。粉末なんで少しどうしてもやっぱ舌に沈んでしまうので、少しこう混ぜながら飲んでください。ごちそうさまでした。だいたい飲んですぐに鼻が通る人からだいたい15分20分くらいで鼻が通るって言った方がいます。これから花粉症の季節になっていきますので、花粉が発症する1月半くらい前から飲んでください。そうしたらこの年は薬がいらないかもしれません。では。